優勝戦一号艇、遠藤恵美選手にお話を伺います。素晴らしい成績でここまで勝ち上がってきました。はい、振り返っていかがですかそうですね。本当にエンジンがしっかりしてくれているので、はい、安心してレースに行けてます。前見日からかなりの手応えだった。そうですね。前見からすごい出てたので。はい。でそこからずっとノーハンマー。はい。そういった説っていうのはこれまでありましたか初めてですね。初めて。はい で、あのモーターの出方っていうのも、はい、あのもちろん今までいいモーター引いたこともあると思うんですが、はい、どうですか？今節の出方は異常な出方してますね。<laughs> す,ね <laughs> すごく出てます。はい、すごく出てますか？はい、じゃ、もう明日も,もう船足は自信を持ってそうですね。はい、じゃあ,あのもちろん、このメンバーに入っても、もう船足で負けることはないないですね。はい、となれば優勝戦。優勝するにはポイントどんなところになってきそうですか？でも落ち着いて自分の旋回する。 だけですねそうすればはい勝てると思いますスタートも見えやすいですかそうですねはい修正がうまく効ける足してますとなればもう陰線レースイメージは一つですねはい、はい、では最後ファンの皆様に向けましてもう一言お願いしますはいよし,はしっかり逃げて優勝したいと思います応援してください優勝戦に合って桜本歩美選手にお話を伺います準優勝戦でシリーズ初一着が上がりました、はい 手応えいかがでしたか？そうですね。あの準優が一番いい状態で行けたかなと思います。予選会というのはその船足どう振り返りますか？はい、そうですね。あの足はずっと良かったんですけど、えっ、ー、としっかり合わせきれてなかったり、自分が乗れなかったりで、あの着は取りこぼしてたんですけど、はい。足はずっと良かったです。はい、その船足なんですが、今具体的な仕上がり面いかがでしょうか？そうですね。えっ、ー、と池足から伸びがいいので、スタートも決めやすくて。 あの会えばターン周りも来ます。はい、優勝戦に向けては調整で何か考えていることはありますか？そうですね。あの今日が本当にすごい良かったので、今日の状態に明日もしっかり合わせれるようにしたいと思います。2号艇です。まあ、どんなレース心がけていきましょう。そうですね。あのしっかり。刺したいなと思います、はい。またね。スタートも終盤いいタイミングで決まってますので、はい、優勝戦の目標タイミングってありますか？ そうですね10を全速ではいあとは行けるとこまで行きたいと思いますはい。では最後ファンの皆様にもう一言お願いしますはい、えー、優勝戦優勝戦に乗れたので優勝目指して頑張ります応援してください優勝戦3号艇高田選手にお話を伺います今シリーズは終盤に来て、はい、ダーヒーチャンス2連発でしたね、はいはい、あのちなみに 序盤の方っていうのはいかがでしたか？えっと序盤は足は悪くなかったんですけど、ちょっと自分がスタートに自信がないのも相まってちょっと足を活かすことができなかったです。じゃ、あそのスタートも徐々に見えてきてはいで、調整の方も上向いてはい。足はすごい。今いい状態だと思います。はい 改めてその船足なんですが、具体的な手応え、教えてください、えっと、伸びが欲しいと思ったら、ちゃんと伸びもくるし、端回りもある程度欲しいなと思ったら、しっかり反応してくれるので、はい、エンジンはすごいいいと思います準優勝戦は6号艇で、シ、はい、ルト角度プラス0.5度、はい、優勝戦は3号艇になりましたが、コースは主張したいなと思っているので、はいあの、しっかりコースが主張できる調整をしたいなと思っています。はい となれば、まあの3コース想定ではい、角に引くパターンもーえっとできればそうしたいなと思ってますけど、外枠の人たちがどうさせてもらえるのかわからないので、はい、自在に行きたいなと思ってます。1、はい。1マークのレースイメージはもう一つでしょうか？はい、えっとまくりたいなと思います。では、最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、えっと優勝だけを目指して一生懸命走ります。最後まで諦めないレースをするので見ていてください。 優勝戦4号艇山川選手の話を伺います。はい、ここまでオール3連隊で着まとめています。はい、船足の手応えとしてはいかがでしょうか？えっと乗りやすいです。はい、はい、もうこの乗り心地はずっとキープできてますか？そうですね。ちょっと外した時もあったんですけど、あの,あの全体的に毎日乗りやすさはあります。はい、そこにあの船足なんですが、いかがでしょう？はい、船足もえー、っと2日目のピストン交換から伸びもついてきて。 まあすごい伸びる人には負けますけど、あのまあ、いけい,あのいいと思います、はい、やっぱりこう優勝戦メンバー見ると、すごい伸びるメンバーいるなっていう印象ですが、そんな中、山川選手は4枠、調整としてはいかがでしょうかいや、もう、今の状態がすごく一番自分に合ってると思うので、あのそんなの大幅な調整はする必要ないと思います。はい 風も結構不安定の中、はい、スタートの見え方っていうのは、今節、ここまでいかがでしょう今節はちょっとね、スタートがもう難しいですね、うん、あの向かい風が強くなったり、横になったりしているので、はい、結構ねあの、多くの選手の皆さんも難しさ、苦走されてますが、では最後、ファンの皆様に優勝に向けて、一言お願いいしまますすはいえー、頑張ります、はい、優勝戦5号艇、渡辺美選手にお話を伺います。 優勝戦乗れました。まずお気持ちはいかがでしょう。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。近況の充実ぶりが、今シリーズもしっかり発揮されてましたね、はい。そうですね、しっかりエンジンも出てたんで良かったです。その船足なんですが、どんな仕上がりになってますか。はい、えっと全体的にバランス取れていて、あのしっかりターンで押してます。乗り心地もいいですか。はい、浜中は好きなんで乗りやすいです。はい 浜名湖も連続ね輸出中で、はい、本当に相性もいいですよね。はい、相性いいです。優勝戦に向けては調整で何か考えることはありますか。えっと、また安定版がついたりとか、気象条件が変わって乗って考えます。5号艇で登場の優勝戦なんですが、こう、はい、レースイメージですとか、あとどういったレースを心がけていきたいなって考えてますか。はい、うんと、しっかりスタートだけに集中して思いっきりターンしたいです。 そのスタートなんですが、まあ、風も不安定なんですが、はい、ここまでどうでしょうか。えっと4日目に調整がバチッとあった感じがあって、そこからはしっかりいけてます。では優勝に向けまして最後ファンの皆様に一言お願いします。はい、えー、っと強い気持ち持って明日は思いっきり楽しみたいと思います。応援してください。優勝戦6号艇西橋奈美選手にお話を伺います。 準優勝戦は西橋選手らしい、素晴らしい1マークでしたね。あそうまあ、1マークはもう本当、展開があったんで、そのその後2マークが本当、恥ずかしいですあの船足としては、手応え、今、いかがですか <laughs> そうですね、まあ、準優前にいろいろエンジンの整備して、まあまあ、良くなった方かなと思いますその良くなった船足、あの具体的には伸び、出足、それぞれいかがですか。 えっとまあ、エンジン自体が多分伸び型だと思うんですけどペラを行き足、出足型にしてるんで、まあ、なんか総合的にバランス取れていいかなと思います、はい、このメンバーとの比較っていうのはどううでしょうかあそうですね、まあ、伸びられる方も全然いらっしゃるんですけどでもまあ劣ることなくまあ戦えるとは思うんで全然展開つける足もあるし、はい、まあ 全然6コースからでも勝負できると思います。調整面は何か考えますか？そうですね。まあ、乗って試運転乗ってからどうかなとは思うんですけど、まあ今日ゆっくり寝て考えようかなって感じですね。<laughs> 優勝戦はもうね。着々とつけてきた実力を発揮する時が来ました。はい、どんなレースを見せていきましょう。そうですね。まあ、外コースでも。まあえと。明日は荒れるらしいんで <laughs>。 えっとまあ、ダッシュは荒れてくれた方が、なんかチャンスあると思うんで、ヒカルさんもいるし、なんか展開あると思うんで、えっと、突き抜けれるようなレースしたいと思いますでは最後、ファンの皆様にもう一言お願いします、はいえっと、大外ですが、えっと、一番、えー、登録番号も若いので、えっと、若さあふれるようなレース、見せたいと思いままますす最後まで応援よろししくお願いします頑張ります。